はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダベゼル RS です。はい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 、今日もやってまいりました。今日はですね、ホンダさんに車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見てみましょう。ホンダベゼル RS ということで、このベゼルね、色がかっこよくないですか。なんかちょっとブラウン気味のような紫っぽいような、こんな色あるんですね。でベゼルハイブリッド RS ということで、見た目もねかっこいいですよね。フロントのねエアロが結構ね出張ったデザインになってるんですよね。フォグランプは LED です。で最近ホンダの統一されてるこのインライン型のヘッドライト、これもすごいねシャープなデザインで綺麗ですよね。いや本当にね精悍な顔立ちしてますよね。ちょっとライトの方をつけてみました。ヘッドライトのね下の部分、ここにねポジションランプがつくんですね。ウインカーもね切れ長で綺麗ですよね。横から見たらこんな感じです。いや乗りやすそうな大きさですよね。タイヤの方はねダンロップ225の 50R18 18インチを履いております。でこのフェンダーの部分がね黒く塗装されて、そのまま、サイド面に流れたデザインになってますね。ベゼルってねボディサイズはそんなに大きくないんですけども、結構このボディプレスライン、それがねすごい綺麗だなと思うんですよね。このフロントからねリアに流れるこのプレスライン、いやなんかサーフラインっぽくてかっこいいですよね。実は結構ボコボコしています。で RS のエンブレム、後ろから見たらねこんな感じです。いやもうね見慣れてきたデザインではあるんですが、いやこのカラーリングねあまり見ないですよね。結構ね、影になった部分と光に当たってる部分で、これメタリックブラウンですかね。なんか表情がねそれぞれ変わってきて綺麗なんですよね。リアのエアロはねこんな感じですね。うん、RS なんですけども、少し大人びたスポーツといったところですかね。リアビングもね、少し大きめに設定されてるんですが、本当にね派手すぎずいいと思うんですよね。でリアのねドアノブが、ここにないので、この上の部分ねここにあるんですよ。なので一瞬ね、デザインとしてはクーペっぽいデザインに見えますよね。で前のねドアノブ、結構これメタリックで綺麗なんですよね。これでねドア閉めれます。これ便利。ドアミラーはね助手席側はこんな感じになってるんですよね。ちなみに、運転席側は、結構ね大きいミラーになってるんですよね。ではね内装の方を見てみましょう。ではお邪魔しますと、内装の方はねこんな感じです。うわベゼルってやっぱ高級感がありますよね。乗った瞬間ねそれを感じました。まずね目に飛び込むのがこの革張りのねなんかね肝だった、革の、仕上げになってますね。それがね、ところどころデザインされてますね。結構ねベゼルってねこの内装にこういう革張りをね、使うので、それでねすごい高級感を感じるんですよね。まあただねこれフィットもそうなんですけど、これタッチパネル式なんですよね。これがちょっと操作性がねどうかなと思います。運転中にこう手探りでねこう探すときねつまみがないんでね、ちょっとこう視線を前からここへ変えないとダメなんで、それがちょっとやりづらいなと思います。なんかイオンとかいい空気が出てきそうな感じですね。あちなみに、シートヒーター完備です。でこのセンターコンソールがね、少し盛り上がってて、下はねこうツーツーで開いてるんですよね。でちょっとした小銭入れやらブレーキホールドシステム、これねすごい便利なんですよ。信号待ちの時にね、ブレーキ外しても、止まるというシステムですね。でパーキングブレーキに、スポーツモードで、シフトノブという感じですね。ここもねちょっとガンメタで、なんか今まで乗ったベゼルとちょっと違う感じがしますね。で、これメーター周りですね。標識をね読み取って、
ここ時速何キロですよという表記が出ますね。これハイブリッドなので今エンジンを回して充電しますという表記が出ますね。でこれタコメーター、ほらほら、ちなみに、S モードを押しますとポチッと赤くなります。で普段は、白ですね。でエコ運転するとね、緑色になるんですが、イーコンボタン、これねイーコンボタン、これを押すと真ん中のね下の方に葉っぱマークがつきます。これでね燃費を稼げるということですね。いや、やっぱりねゆとりがありますね。めちゃくちゃ大きい車っていうわけじゃないんですけども、まあ、乗った瞬間ね、広いなという印象が第一印象ですね。ちなみにねシートの方はこんな感じですね。これもね、内側が、これ裏側っぽいね着物だった革と、この外側がこのしっかりした革ですね。まあ、ちょっと柔らかめのシートですね。で、ドリンクホルダーがこんな感じ、これ変わってるんですよね。仕切りが出てきて、長めのねペットボトルもそのまま突っ込めると、まあ、結構ねこだわって作ってますよね。でこれ肘掛けが、ほら前後ろ行きます。結構ねこのベゼルのね扉ってね重いんですよ。しっかり作られてるなっていう感じしますね。ちょっとトランク開けてみましょう。荷室はね、やっぱ結構広いんですよね。さすが、SUV ということで、今これちょっとこれトノカバー、カバー付きですね。上に結構これしっかりしてるわ。こういうね、トノカバーがついて、室内が見えなくなってるということですね。はい、後部座席こんな感じです。まあ広々してますね。こう後ろベンチシートなんですけど、ちょっと真ん中がね盛り上がってて、真ん中に乗る方はね、まあ乗れないことはないけど、まあ広くもないという感じですかね。これねさっき座ってたところ、これなんですよね。ちょっと盛り上がってますよね。まあどっちかというとね、後部座席はこう独立したシートのような感じになってますね。まあ、4人乗りが最適という感じですかね。ちゃんとアームレスト出てきます。ちょっとペライな。で、シートもねほら片手で簡単、ほぼフラットになるんですよね。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ベゼルハイブリッド RS ということでね、この RS はね見た目がやっぱかっこいいですよね。かっこよかったですよね実際ね。ハイブリッドモデルじゃないね、ターボモデルのツーリングっていうのも出ましたけども、それとねほぼ、デザインが同じだということですね。スポーツハイブリッドということでね、まあやはりね、走り出した感じ、スーッとね軽く走るなという感じがしますね。私ねフィットハイブリッド乗ってるんですけども、それに比べるとね、1ランク、2ランクぐらい、上質な乗り味かなという印象ですね。今ね信号待ちでエンジンが全くかかってない状態ですね。今 EV の状態なんですが、走り出して15キロぐらいで、エンジンがスッとかかりましたね。こちらねモーターの方が一つになりますので、どうしてもね、エンジンが主体となる、走りになるんですけども、それのね、いつエンジンがかかったかなというのがねわからないぐらいね、遮音性が高いですね。で、ちょっとスポーツモードを押してみましょう。せっかくねこれ RS なんでね、お赤くなりました。でタコメーターがねバーンと出てきましたね。まあ、ちょっと今ここね街中でねあんまりスピード出せなかったんですけども、アクセルのねレスポンスが、少し変わったように感じました。で、このタイプはねパドルシフトがねついてるんですよね。それでねシフトチェンジしながら、マニュアルのような操作ができます。待って、だいぶ引っ張れるわ。結構エンジン音鳴るんですよね。やっぱりね運転してるぞという感じをねこれ演出をしてるんですかね。ほら、あ、結構いい加速するわこれやっぱりこの 1.5 リッターのねこのベゼルのエンジンが、基本ね元気なんだなという感じがしましたね。
僕は持っててね、これ内装がね結構シックなんですけど、やっぱこの裏起毛のこの室内のね、この革張りの雰囲気がねすごい高級感があるなと。 SUV の中でもねこのベゼルすごいねやっぱ人気がありますよね。今ちょっと走ってその理由が分かりました。ちなみにね、今これイーコモードにしてるんですけど、踏み込めばね結構走るんですよ。もたつき感のある走りは、しないですね。その辺ねホンダのハイブリッドってねすごいなと思うんですよ。まあ普段はねこれもう、私はもうイーコモードも、スポーツモードもせずに、このいわゆるコンフォートモードで、まあ十分ね走りもいいので、このままに私はすることが多いですね。こういったね合流の際も、結構ね見晴らしがいいので、右斜め後ろのね、後方視界とかすごいねいいですよね。はい、いかがでしたかね、ホンダベゼル RS。 いや、やっぱり大人かっこいい感じがしてよかったですね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ホンダベゼル RS でした。じゃあね、バイシュー。